まだ考えなんかまとまんないよね。いつきさんはあんたを、あんたといる時はすごく、だけどさ、悩むのもいいけど一番大事なことがあるでしょ。みんな無事でよかった。あんたも。ええ、クレハちゃんの言う通りよ。振り返ってみると、奇跡一人でもあの場に来なければきっと私たちは全滅していたでしょうね。それにゆいちゃんがレイちゃんを探していなかったら、もちろん割り切れないものはあるだろう。そういえばアスナちゃんたちが待っているというお話だったわね。そうです、みんなで行きましょ。じゃあ私たちは。マスター、わかりました、キリト。こんにちはです。お、来た来た、待ってたわよ。主役さんはこちらです。さあさ、すごいです、いっぱい人が来てますね。おい、主役席はここらしいよ。キリトと私も主役の一人なんです。はい、別名一人で。それ言ってたの絶対にアスナよね。待て、俺も説教なの。おいユイ、その辺詳しく。私たちもお説教か。ま、みんなに心配。そうね、それにキリト君たちが助けに来てくれ。ま、腹はくくっておきなさい。私は覚悟し、シノ、かっこいいけどかっこよくないよ。さあ、主役も揃ったことだ。頑張ったね、みんな。最後の戦いはちょっとヒヤリとしたよ。情報が全くない状態でのボス戦です。私、そりゃそうだよ、仲間の命がかかデスガンとキリト君たちの戦い、モニター越しで助けに行けないのだけど、みんな根っこでは信じていたよね。そうかも、だってキリト、あなたもね。なんか信頼ですね。はい、プレミアさんの表現。よーし、お祝いにお姉さんがハグしてあげ。ふう、じゃあ僕もおめでとう。よし、苦しい。二人とも STR 高いから。アファシスちゃん、よく俺様のところに帰ってきたな。帰ってないです。お前さんたちもよくやったな。けど、ああ、その発想はなかったかも。でも助けに来てくれ。当たり前だよ、仲間がピンチの時に駆けつけねえのは男じゃねえからな。なっ、俺様のセリフを取るんじゃねえ。まあまあ、おめでとうさん。いろいろ考えることはあるだろうけどよ、今はパーッと楽しもうぜ。たまにはいいこと言うじゃない。楽しめる時は。そうですね、生きていること。コングラチュレーション、ゲームクリアおめでとう。とい。まだまだ次。大変そうだけど、攻略というものは。ああ、いいガッツだ。それと仲ありがとう。私もみんな楽しんでる。飲み物は足りているかしら。